時間となりましたので始めさせていただきます。本日はお暑いところ お忙しい中ですね、またお集まりいただきましてありがとうございました。今日はその、M2B とかでミツバというシステムの説明会ということで、簡単に説明させていただきます。機関教育員の尾形と言います。よろしくお願いします。はい、早速ですけども今日の予定は3時から30分ぐらいで全体の説明っていうのは、これは今このシステムを導入している背景といいますのが、九州大学の EP というプログラムにでそのティーチングポートフォリオを導入するということでやってます。でその一環としてこのシステムを使っているというのと、NICT という団体から研究助成をいただいて、デジタル教材の配信ですねを行って、それのログを分析するという研究をしてますので、その説明をまずさせていただいて、で、あと30分で、隣の人とかでちょっとペアになっていただいてシステムを実際に使っていただくと。で、あと後半の4時以降はすでに使っていただいた方、前期ですね、ここにもいらっしゃると思いますので、情報交換ということを考えています。はい、なんかご質問等ありましたらいつでも手を挙げては挙げなくてもいいんですけどインフォーマルな感じでやりたいと思いますので、気軽に質問としていただければと思います。で、ミツバって読みます。M2B っていうのは なんでこういう名前になってるかっていうと、この3つのシステムからなってるんですね。その頭文字を取って、M が2つの B ということでそうなってます。で、ムードルっていう1つ目がムードルっていうシステムで、これ e ラーニングのシステムなんですけど、この略で、オーストラリアのということですね。で、オープンソースのものです。で、マハラっていうのは e ポートフォリオのシステムです。で、 e ポートフォリオについては後で説明します。で、ブックルーパーっていうのがもともとデジタル教科書を、配信するシステムなんですけど、これを使って今授業中に使うスライドとか資料を配信しているということです。で、まずその最初のティーチングポートフォリオの、導入ということで、今機関教育員を中心にやってるんですけども、その説明をさせていただきます。で、機関教育員、特に機関教育員では一つの科目を複数の先生がこう教えてるんですね。例えば情報科学って僕教えてる講義だと、30名ぐらいの先生が同じ資料を使って教えてます。で、教えてるとその授業の途中でここはこうなんかスライドを変更した方がいいとか、順番を入れ替えた方がもっと分かりやすいとか、こういう例を追加した方がいいんじゃないかっていうのは結構出てくるんですね。やってるとやる前にスライド見ている時はあまり分かんないですと、やってるとですね、結構あってですね。で、そういうのをこう共有していこうという話です。で、ティーチングポートフォリオを導入して教員が講義中に気づいたことを授業の日誌ですねとして書いていただいて、自分の授業を振り返って授業を通じて獲得した実践値を共有しようっていうことです。言い忘れましたけど、このスライドは本日その、使っていただくムードルのコースも作ってるんですけど、ムードルにログインしていただくと、で、そちらの方にありますので後でダウンロードしていただければと思います。簡単に説明やっていきますね。で、学生さんとか TA さんもにもそのポートフォリオっていうんですか、日誌を書いていただいて、それを参照することでお互いに情報を共有できて、授業改善に役立てましょうということをしています。で、ティーチングポートフォリオとはということですけども、これは先生が自ら教育活動をする上で、それに関するエビデンスを集めたものということで、例えばその資料の、講義資料ですとかシラバスとか、いろんなものがあると思うんですけど、ここでは授業日誌っていうのに注目してます。はい。で、単にそのデータを集めるだけではなくて、それらを用いてその振り返りを行ってですね、
で改善案を出して次の授業につなげていくということをしていただければと考えています。で、この取り組みの特徴は、自分がですね、先生自身が自主的に、最初はもうメモでもキーワードでも何でもいいですけど小さく始めていただいて徐々に利用を広げていけるというふうになっています。で、ポートフォリオって e ポートフォリオっていうと目的今期はこういう目的を立てて、とか形式的にやってトップダウン的にやっていくものもあるんですけど、これはもうどちらかというとボトムアップ式で、授業に気づいたことをメモしていってという、気軽にできるように考えています。でそれからその学生さんも自主的にポートフォリオを記録してもらってそれを、合わせて利用することで教育改善、授業改善に役立ててほしいということです。で、こういうムードルっていうシステムを使ってますと。でそこからリンクしてこういうマハラっていうシステムなんですけどそちらの方に、こういうふうな形でこう15回分日誌を書いていただいてでそれを後から振り返ってこう授業次の回の授業の、改善に役立てていただければというふうなシステムになっています。でどういうふうに実際使われているのかっていうのが気になるところと思うんですけど例えば去年の後期なんですけどこう情報科学の系の授業で使ってみて、試行的に使ってみていますと。で例えばプログラミング演習とか情報科学とかあるんですけども、先生と学生と TA さんが、ポートフォリオを書いています。で、授業改善の取り組みとしてはシラバスとかを考えて授業の構成とかを、みんなで集まって考えます。そ先生が集まって考えるんですけどで、授業をしている中で、日誌を書いていきます。でそれが終わって授業が終わった後、授業が終わった後に、みんなでまた集まってその日誌をもとに、どういうふうにしたら、授業がもっと良くなるかっていうのを議論して実際にそれをもとに教材を書いたり授業の設計とかシラバスを書いていくというふうなことで、これをこう前期後期こう毎回こう回していくというのを情報の方ではやってます。で、実際にどういうコメントというか日誌が書かれているかっていいますと、この授業の内容を書いているものですね。エントロピーとかいろんなことを勉強しましたとかいうのですかとか、これは学生さんのコメントですね。で学生さん例えば突然難しくなったとかいうのをこう学生がたくさん書いているともっとここはの会は間に説明を入れないといけないなというのが上がったりします。それから授業最後の方がスピードが速かったのでしっかり復習したいとかいうのを書いてますと例えば授業内にもっとそのですかね、時間の配分をちゃんとしてなんか最後の方駆け足にならないように しないといけないなというのが分かったりします。で例えばこういうところが分かりにくいとかいうのを書いている学生さんも結構いますので、分からないところはもっと説明を加えないといけないなというのが分かったりします。で、学生さんのアンケートの結果、肯定的な意見否定的な意見いろいろあるんですけど振り返ることで時間が取れていいとか日々の学習内容を記録することはとても良いと、そういう肯定的な意見もありますがこの時その、学生さん同士で、日誌を共有してたんですね。なので、そういう共有はあまり意味がないというか混乱するだけだというふうな意見もあって今はその日誌の共有学生の間では共有っていうのはしてない状況です。それから教員の方の日誌の内容ですけど、自分がこういうことを今回教えましたというのをこう最初に書いてあってで、こういう問題が例えばパソコンのこういう問題がありましたというのが書いてあったりこういうふうな課題を今回与えましたとか、そうですね、例えばスライドの何番と何番は入れ替えた方がいいとかこれとこれの違いを説明を増やす必要があるんじゃないかとかいうのをこう書いているというのがあります。実際僕も授業をやっていると毎回同じところでちょっとここ説明がおかしいなというところがあったりとかして
本当その時は思うんですけど、まあ授業が終わって帰ってしまうとまた忘れてしまって、で、まあ、次の年にまた同じように思ってしまうっていうのが結構あったりとかして、ね、まあ、こういうメモがあると結構役立つかなと思います。で、そうですね、これは授業での感想とかいろいろ書いてますと、まあ、いいんですけど、あと TA さんですね、 TA さんの方にもこういうあの日誌を書いてもらってまして、まあ、ここでは TA さんが実際に学生さんに対してどういうあの質問を受けてどう対応したかっていうのがこう書いてます。で、それをこう TA さん同士でも共有してますので、あの、まあ、今どういう問題が学生さんの中に起きているかっていうのがよく分かると。で、まあ、先生とも共有してますので、先生もそれをあの問題点を理解できるというふうになってます。で、そのそうですね、今の、まあ、終わった後に、まあ、2月ですけど授業会終わった後、こういうふうにこうみんなで集まって、日誌をこう先生方が書いていただいたのを見ながら、こういうふうに、前期に向けては授業の資料とか、何ですかね、その内容ですね、もっとここを、充実させないといけないとかいうのをこう議論して。で、あの実際にその、改良の作業に入るというのをしていました。実際はその、教材の改善ですね、まあ、内容の修正とか間違ってたあの順番入れ替えたり、あの、まあ、デザインがやっぱり複数の教員で作っているのでフォントが違ったりとか細かいですけどサイズが違ったりとかいろいろあって、そういうのはやっぱり当日した方がいいっていうので統一したり演習問題を追加したりとかいうのをしています。まあ、細かいんですけど、まあ、これ重なると結構毎回やっていくとあの良くなっていくと思ってます。それからあのシラバスの内容ですね、あの内容、授業の中で教えるコンテンツ自体を変えると、それからその、例えば、コンピューターを用いた授業ですと、まあ、どういうふうな環境で、教えるかっていうのも考えてやっていくということですっていうふうにやっ、これマハラというシステムを使って日誌を書いてもらって、共有していくというアプローチです。で、もう一つの方があのこれ実際システムの使い方は後で説明します。もう一つの方があのビッグデータ関係ですね、教育ビッグデータの利活用ということで、NICT から予算をもらっている分ですけども、これはいいんですけど、いいんですけど、ね、で実際にやってるのはあの教員の方にあのスライドとか、授業の、資料とかですねを提供してもらって、それをシステムに登録して共有しますと。で、我々ブックルーパーっていうシステムを使ってるんですけど、それを使ってあの学生さんはあの授業内授業外でいつでも利用できます。実際にはその Windows、Mac とかそういうスマートフォンとかで動くシステムになっています。で、まあ、特徴的なのはあの学習のログですね、記録履歴を記録できるということで、あの何ページ目をどれぐらいの時間見たとか、あの下線を引いたとか、コメントを残したとかいうのが全て記録して、それをそのサーバー側で共有できるという機能があります。で、あの教員の方は学生さんもそれをデータを分析して教育学習のサポートに役立てるというのを目的にやってます。で、まあ、これはいいですね。で、いくつかその分析のツールっていうのを、今 Moodle のプラグインとして開発していますと。これまた後でお見せします。で、ブックルーパーはどういうものかって言いますと、ちょっとこれ、まあ、こんな感じでですね、デジタル教科書のような形でこうここでスライドを見たりとかできて、下線を引いたりコメントを書いたりできますよということですね。検索をしたり、本棚にこれ資料をこう登録したりっていうのができます。で、例えばその学生さんに分からない単語にこう、下線を引いてもらうっていうことを、まあ、授業の前にやってもらうと、
先生はその授業開始の時に学生さんがどういうところにマークを引いて、分からないかっていうのをこう理解できると、まあ、それでそのここはもっと説明しないな、しないといけないっていうのが分かります。それからその学生の学習パターン、例えばどういうページをよく見てるかっていうので、どういうところに興味があるかっていうのが分かったりします。それからその予習、まあ、例えば先生がこの資料を、次の授業までに予習しておいてくださいとか言っておいたとして、で授業が始まる前にどれぐらいのその学生さんがそのコンテンツを読んだかっていうのが達成度ですねとして提示されますので、例えばそのほとんど学生さんが資料を見てないとすると、最初からこう丁寧に説明しないといけないとか、まあほとんどの学生さんが逆にその資料を読んでるとなると、まあグループのディスカッション的なことでしようとかいうのです。まあ 適宜そのなんですね、授業スタイルを変えながらできるという特徴もあります。はい。で、まあ、実際はですね、去年の後期ですけども、まあ、これくらいのログが集まって、まあ、分析とかをしてます。で、こういうふうにですね、こっちが学生さんで、こちらがその読んだという学生が どれくらいの、ある資料を読んでるかっていうことなんですけど、まあ、大体7割ぐらいしか資料を読んでないので、まあ、ほとんどその全ては読んでないということですね。とかマーカーをどのページにたくさん引いてるかというのが分かります。でこのブルーはそのクラスの平均です。で、この赤のところはその、このユーザーです、学生さんですね。で、まあ、全体と比較して自分はどれくらい違うかっていうのが分かると。で、この例えばここの8ページにマーカーが多いですので、まあ、このページちょっと分かりにくいところが多いのかなというのが分かります。まあ、これ今簡単な情報しか出してないんですけど、もっとたくさんのことを今、研究としてはいろいろやってます。でまとめとしましては、そうですね、ティーチングポートフォリオの方は先生自身が目的に合わせて、まあ自主的にやっていてほしいんですけども、最初は小さく始めてから徐々に、利用を広げていける、まあ、最初は一つだけの授業でもいいですし、15回全てでなくても、まあ最初5回とかそんな感じで気づいた時に、メモしていくとかいうのでもいいんですけども、最初は小さく始めて、まあ、徐々に広げていけるようになっている。で、学生さんのポートフォリオとかとも連携することで、もっと良い循環っていうんですかね、学生さんの反応も見ながら、教材を変えていけるというふうに使っていただければなと思ってます。それからこちらの、教育ビッグデータというかログの分析の方はそうですね、こんな感じで教員はそのスライドを中心にこうデジタル教材として提供していただければみんなで共有することができますということですね。はい。まあ、これ後でどういう教材が登録されているかというのもお見せします。そうですね。で、まあ、まとめとしては、まあ、授業いろんなその角度で、まあ、授業を良くするように、まあ、先生方いろいろ工夫されていることだと思うんですけど、それがその実際にどう教育的な効果が出ているかっていうところ、なかなかわからないところもあると思うんですね。で、まあ、こういうツールを使うことでその実際データを取りながらというか、まあ、エビデンスを残しながら検証することができるということで、ぜひ、まあ、ご活用いただければと思いますということです。